ルールル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 ということで、すごいオープニングですけれども、はい、皆さんこんにちは。今日もちょっとお休みに来てくださったということでありがとうございます。さあ、今までコーヒーブレイクと言ってきましたけれども、ツイッター上で、某アガルトアカデミー某土地家屋調査士の某丸山先生中山先生とかいろんな先生にこう、ね、なんかちょっとダサいんじゃないかといじられまして、そこでツイッター上で、ね、ツイッターの皆さんどうも本当にありがとうございます、募集させていただいたところ、マリコの部屋というのが票が一番多かったので、これからコーヒーブレイク改めマリコの部屋ということでやらせていただきます。よろしくお願いします。ツイッターの、ね、皆さんももし見てくださってたら、いよいよ始まりました、はい、一緒にルールルということでやっていきましょう。しかもあの長寿番組をちょっと思い浮かべていただくと分かる通り、あれは対談番組ですよね。ですからいつか多資格の先生をお呼びしてね、こう対談形式でお話できたらいいななんて思っています。さあさあさあ、皆さんの貴重な時間ですからね、今日はですね、直前期の過ごし方についてお話ししたいなと思うんですね。まあ、今撮ってるのがちょうど8月の末なんですけれども、もう見ていただいている時にはもう9月に入っていると思います。というわけで、まさに9月10月すごく大事な時期ですよね。この時に皆さんにね、どんな風に過ごしていただきたいか、漫然となんとなく、ああやばい試験が来ちゃうな、どうしようどうしようなんて思って過ごすのではなく、むしろもうお尻が分かってるんですから、そのお尻に向けて、お尻お尻あれですけど要するにゴールを見定めて走っていこうじゃないかっていうことをお伝えしたいんですよ。だから先にね、ゴールを決める、理想のゴールを決めるんですよ。例えば試験まであと2ヶ月ぐらい、2ヶ月弱として、じゃあ民法をあと3回やりたいとかね、行政法をあと3回手持ちの過去問をやりたいって思った時に、じゃあできたらいいなと思って、とにかく毎日毎日一生懸命やろうじゃなくて、ちゃんとじゃあ、あと日付が何日あるのかって計算していただきたいんですよ。実働、例えば1週間は7日だから、そのうちのじゃあ何日ちゃんと勉強できるのかなって、じゃあ予備日を1日入れて、じゃあ6日間通常運行、1日は予備日とかね、もしくは予備かっこ模試とかね、っていうことでこう決めたりとかして、そういうまず1週間単位でどんだけ動けるかっていうのを考えてみる。ということは今回は6日間は通常運行できます、できますよね。じゃあ6、2時間で 1ヶ月は4週間あるから、6、4、24、24、まあじゃあ24だけど、今25で計算してってるので25でいきましょう。25でいくと、じゃあ80問の、民法のね、アガルートから出てる、まあ多資格のセレクション問題ですけれども、民法はね、過去問だけだと穴ぼこがポコポコ知識として開いちゃうので、多資格のものも入れてちゃんと知識をね、網羅しようっていう素晴らしい本が出てるんですけれども、でそのじゃあ80問を一周すると考えてみると、25で割るとわずか3問なんですね。つまりその一周ね、民法ので、しかも多資格のものも入ったセレクション問題ですよ。それがわずか1日3問解くだけで25日で終わるんですよ。どうです、一つの本とか見てると、これ本当にいつか終わるのって思いますけど、そうじゃないんですよ。それでじゃあこの一冊をやるって決めたら、じゃあ何問あんのか、何ページあんのかって考えて、あとはどんだけでやりたいのかっていう日付を考えて、あとはポンポンポン電卓で叩くだけです。そうするとね、数字が出てくる、明白な数字が。3問だったら3問やりゃいいんですよ、その問題を。そうするだけで9月入ってからもう25日で終わります。3問って少なくないですか。そう、じゃあ欲張って6問にしようにすると、どんだけで終わるかっていうと、そう、半分の時間で終わるんですよ。だから9月1ヶ月で考えてたけど半分で終わる。そしたら何、1ヶ月の中で6問やるだけで9月で2週できちゃう。素晴らしいですよね。だから大きな山として捉えるんじゃなくて、もっと細かく見ると意外とちっちゃい山ばっかりなんですよ。
大きくこの山を乗り越えなきゃいけないとなると大きくて辛いってなるけど、それを小山小山小山にして一個一個ハードルを超えていくと1ヶ月経ったらあれ終わってるっていうことになるので、漫然ととにかく問題を解くだけじゃなくて、何回解きたいのか、そして何回解くためには逆算して今月のこの週は何問解くのか、でまあ、一応ね予備日とかはちょっと作っておかないと後で計画がどん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 こう押してくると、それはすごくストレスなんですよ自分の。ですからもう計画はね随時変更してください。ですからいつもいつも変更しているので遅れもないし何もないんですよ。いつもいつも遅れて、あ何問も遅れてる何問も遅れてるってなるとすごい辛いから、それはダメですよ。ちゃんと1週間ですぐ修正してください。これすごく大事。私が自分でやっていたのは、例えばじゃあ、民法を1日、例えばですよ、1日10問で、行政法10問で、憲法が3問とか会社法が3問とかってやるとするじゃないですか。で全部で1日26問、これがノルマだとするでしょ。そうするとでもこうやってるうちに何かがちょっとダメな日ってあるじゃない。これ1日だよ、1日だとすると1日、あそうだ民法が2問解けなかったとなると、ちょっと横にこうやって置いとくんですよ、民法2って。それでそのまま次の日はまた同じように26問ノルマでやるんです。そしたらどんどん積み上げが出てくるんですよ。会社法1足りなかったと、でも次の日また26問ですよ。そして次の日は、あ憲法1問足りちょっと解けなかった、これがある意味借金みたいなもんですよね。それを調整日でしっかりクリアしていくとすっきりします。このように1日は1日でノルマをしっかり考えて、そのノルマがどうだったかっていうのを結果そのノートに書いていくんですね。そうすると次の日は新たな気持ちでリセットでできるのでストレスが減ります。もうね、自分のね立てたスケジュールに自分で追われるって一番きついので、もちろんきついノルマ立ててたら当たり前ですよ、追われるのは、追われるのはいいんですけど、溜まっていったノルマに追われるのは嫌なんですよ。自分の立てたノルマに追われるのはいいの、借金が増えたノルマが嫌なの、それが辛いの。ですからそのちゃんと解消してあげる日をちょっと設けて、もし逆にこれが全部終わってて、ちゃんとだから一日一日のノルマが終わっててね、そしてこの日はちょっともしもいいやって思ったら一日休みはいいじゃないですか。そう、そういうふうに頑張ればご褒美が待ってるんですよって考えるとどうです、楽しくならないですか。じゃあこの日の午前中は好きな時間にしようとか、この日の午後は好きに遊んでいいようにしようとかってなると、じゃあ1週間の他の日のノルマしっかり頑張ってちゃんとクリアしていけば一日しっかり空くんだからっていうふうになりますよね。ですから自分でねこのように計画を立てていただく。でもなんでこの1週間の計画が立てられるかっていうと、そもそものゴールを決めてるからですよ。そもそも例えば民法3回とか行政法3回で模試2回分とかって、こう会社法も一周するとか、いう重要論点を覚えるとかってことをちゃんと自分でも最大目標ですね、ゴールをまず決める。大体でもほらよく考えて、まだ10月ですよ。最後11月の数日間あるでしょ、11月の。これはもうプレゼントタイムですよ。ここまでで最大のゴールが終わっているので、皆さんはここでやるだけやった、あとはほらちょっと やりたかったとかさ、スーパーマイナー論点を最後にちょっと入れたいとかっていう、このボーナスタイム、この、まあ、ボーナスタイムもしくはゴールデンタイムですよね。だって本試験にすごい近い時間ですもん。このゴールデンタイム、ボーナスタイムに何をやるかっていうのを、このノルマをやりながら決めていくんですよ。あ、ここの分野超危ない、じゃあこの分野はちょっと最後にもう一回確認したいって言ったら、このボーナスタイムの例えば、5日前に見たいとかさ、3日前に見たいとか、前日に見たいとかってさ、そのなんていうの、ちょっと今変なこと言いますけど、例えば救命救急のさあるじゃないですか、すごく危ない人は何色だとかさ、まあまあ危ない人はこの色だとか、あちょっと大丈夫な人はこの色だとかって、こう見分けますよね。それと同じような感じで
決めていただきたいんですよ。この9月10月の間にこれは最重要課題だし、これはまあ5日まで最後見とけばいいかなとか、逆にこれ全然やってないから、例えば遺言のさ特別方式のやつとか覚えてないですよね。そんな溺れかかった人の遺言の話とかね、そういうのは後回しにしてるものを、じゃあボーナスタイムの最後3日前に見ようとかね、そういうのをもうここの中で決めちゃう。もちろんノルマをやりながらですよ。ノルマをやりながら決めちゃう。そうすると試験にすごくいい形で向かいます。自分が優位になった気持ちで、自分がやるだけやったんだって気持ちだけで、もう本試験に行けるだけでね、他の受験生よりもね、もう50歩以上前行ってますよ。みんな絶対、あやばいどうしよう、なんだかんだってなってますから、せめて自分の立てた目標をしっかりクリアして、よし自分やったぞと、これだけやれてれば大丈夫だという気持ちで、ぜひ本試験に行っていただいていただきたいので、この9月10月の過ごし方を9月の中で決めていただきたい。この動画を見ていただいたその日に、もしよかったら取り組んでいただきたいなと。それがもし10月でもいいんですよ。1ヶ月の間何しようって決めるだけでも十分いい時間過ごせます。ゴールを見据えて、そのためにじゃあ一体日々どうしたらいいのか、大きいものから小さいものに落とし込んでいきましょう。そしてノルマをクリアした時のちょっとご褒美なんかをね、自分にあげて、どんどん気分もモチベーションも上げ上げで頑張っていただけたらと思います。11分過ぎちゃってごめんなさいでも本当に貴重なね、直前期の過ごし方ですので、これはぜひ皆さんに見ていただきたいなと思ってお話ししました。ではこれからもマリコの部屋をゆるゆるとお願いします。皆さん頑張ってくださいね。